よう。ちょっと頼みがあんだけどさ、サインもらえるかな。後輩の女の子に頼まれたんだ。お前のじゃないぞ。ベースのほら、なんつったっけな。そうそう、その子、彩りのファンなんだってさ。友達に自慢したいからサインくれって。いいじゃないか別に、営業活動ってやつさ。それは分かってんだけど、そこをなんとか同じメンバーのよしみでさ。な、今度お前のサインの引き取り手も探してやるから。な、頼むよ。親友の頼みだと思って。サンキュー、助かるよ。あ、なんだ。お前誰見てんだ。あれは D 組の片桐さんだな。なんだ、お前惚れたか。冗談だよ冗談、怒るなよ。お前には鈴音ちゃんがいるもんな。あれ、そうなのか。まあいいけどな。さてと、それじゃ俺教室に帰るわ。お前どうせいつもの屋上なんだろ。サインの引き取り手は片桐さんか。いつでもいいな、中取り持ってやるぜ。そう、つまらないのね、曲作りって。どうしたの。別に何もないわよ。どうして？ここにいると迷惑だっていうこと？何よ、この前のことまだ気にしてるの？ソーリー、練習の邪魔だったみたいね。See you、それじゃ。私はただいい歌ねと思って聞いてただけよ。
あなたがそう思ってるのならきっとそうなのね。よう、ちょっといいか。何の水郷か知らないけど、お前と話がしたいって女の子がいてな。そうかい、後で後悔しても知らないぜ。ま、会いに行けばわかるさ。あれ？いないぞ。あいつ人に頼んでおきながら。あ、いたいた。あ、彩りの。よしおくん、ひょっとしてこの人？ごめん、あの時はちょっと急いでたから。朝日奈、お前な、人を呼び出してるんだからちゃんと教室にいろよ。いいじゃない、友達呼んできただけなんだから。友達？ゆかり、入っといでよ。失礼いたします。紹介するよ、こっちのうるさいのが朝比奈優子で、こちらが古式ゆかりさんだ。はじめまして、古式ゆかりと申します。朝比奈優子です。ねえねえ、よしおくんから聞いたんだけど、あなたってツッコミの才能があるんでしょ？私たち漫才大会に出場するんだけど、ちょろっと手伝ってほしいの。お前そんなことも知らないのかよ。バンド大会と同じで伊集院がスポンサーしてるイベントだよ。それで優勝商品がなんとディスティニーランドの30年間フリーパスチケットなの。よしお先生書き下ろしのスペシャルネタ本を渡してるからな、優勝候補の一角だ。ですが私がテニス部の準備で忙しくて練習の時間が取れないのです。そうなので、ゆかりがいない間、あなたに私の練習相手をしてほしいんだ。ねえ、付き合って。時間がある時だけでいいから。私からもお願いいたします。ねえ、よしおくんってさ、卓球大好きなんだって？ラケット大正解。素晴らしいですね。な、俺の言った通りだろ。普段から俺が鍛えてるからな。こんなすごいの見せられたらもう後には引けないって。ねえ、付き合って。お願い。本当？超ラッキー。よかったですね。では私はクラブがありますので、これで失礼いたします。あ、そういえば私も友達と約束してたんだ。じゃあ今度都合のいい時に教室に来て。これからよろしくね、相方くん。おい、こら、人を呼んでおいてさっさと帰るな。まったく、本当にやる気があるんだか。悪いな、あいつ昔からああなんだよ。中学からの腐れ縁だよ。俺は古式さんみたいなこと縁を持ちたかったよ。聞いてたまげろ、
古式さんは古式不動産の社長令嬢、つまり天下御免の超お嬢様なんだぞ。本当さ、ま、夜にでも電話してこいよ。詳しい情報を教えてやるから。じゃあ朝日奈の相手頑張れよ。じゃあな。普段はそれぞれ気ままに本を読んでいますね。もちろん文集や詩集を作ったりもしていますよ。今回は小説やエッセイを中心にしています。自信がないんですけど。そんな私なんてまだまだです。とても人にお見せできるものではないんですけど。またいらしてくださいね。あら、何してるの？ええ、そうよ。あなたも暇ね。まあいいわ、一緒に行きましょう。着いたわよ。壊したら承知しないわよ。順調よ。そうそう、あの子に名前をつけたわ。名前は世界征服プラント1号。愛称はプラよ。私が何かを可愛いと思うなんてことあるわけないじゃない。植物は話しかけるとよく育つのよ。名前をつけたのはあくまでも成長促進のためよ。そうよ、私の強力なレーザーを展示するから必ず見に来るのよ。あら、安全よ。半径3キロメートル以内に近づかなければ危険はないわ。卒業式の日にあの木の下で女の子から告白して結ばれた恋人たちは永遠に幸せになれる。バカバカしくて涙が出てくるわね。私がそんなくだらないことにエネルギーを浪費するわけないじゃない。筋力重視の競技ばかりでくだらなかったわ。ドーピングを認めれば少しはマシになるのに。
最も優れた薬品を競う大会にした方が面白いと思わない？いずれ私のものになる文化遺産を見るのは悪くなかったわね。今度行く時までに私の領土にしておきたいわね。バカ言わないで。ただの実験素材よ。あら、もうこんな時間だわ。悪いけど研究に戻らせてもらうわよ。それじゃあ失礼するわ。ですか？そうですか。それはそれは。そうですか。ありがとうございます。はい。テニス部全員で買い揃えたものですから。家でもよく編んでるんですよ。いえ、今編んでいるのは文化祭のバザー用なんです。運動部でも文化祭に参加したいところはバザーで参加することになっているんですよ。それでテニス部は編み物を出すことになったんです。幼少の頃からたしなんでおります。上手というわけではありませんけど、他のスポーツほどは増えてではありませんよ。私もやったことがございませんので。はい、よろしくお願いいたします。はい、何度か演奏を拝見しましたけれど、とても素晴らしいと思います。そうですね、とても楽しそうに演奏しているのが素晴らしいと思いますよ。おかしいでしょうか。見ているこちらも楽しくなってきます。あら、どこかに出かけるのですか。そうですか、頑張ってくださいね。おいおい、遅刻だぞ。たく、早くしろよな。なんか言ったか。私たちも参加できるんですよね。私すごく楽しみにしてるんです。
それに参加できるってことは先輩の曲が認められてる証拠ですよ。そんな、先輩の曲がいいからですよ。きっとそうです。みんな期待してくれているんだ。頑張らないとな。出るからには優勝しなきゃな。いい感じいい感じ。この分じゃバンドコンテストも安泰だな。あなたがそう思ってるのならきっとそうなのね。お、片桐。はーい、頑張ってる？なあ片桐、この前のことをもう一回考えてくれよ。ソーリー、ごめんね。その日は本当に都合が悪いのよ。そこをなんとか。ソーリー、I'm very sorry。 いい考えだと思ったんだけどな。買いかぶりすぎよ。それじゃ、頑張ってね。 Good luck! バイバイ。なんだ匠、お前片桐さんデートにでも誘ってたのか？違うよ。本当は驚かそうと思って黙ってたんだけどな。ほら、俺たちのバンド今はボーカル専門っていないだろ。そのお誘いをね、してたんだ。うまいのか？ああ、多分校内で一二を争うんじゃないか。でも断られたよ。せめて文化祭の日だけでもって言ったんだけど。へえ。結構俺たちの前の曲とか気に入ってくれてたみたいなんで、もしかしたらって思ったんだけどな。お？そんなこと言ったか？怒るなよ。覚えてないけどさ、言ったならただの冗談だよ。あ？何怒ってんだよ。まあまあ喧嘩すんなって。仕方ないよ、縁がなかったと思って諦めよう。さ、練習始めるぜ。Thank you.
お、いい感じいい感じ。この分じゃバンドコンテストも安泰だな。それだけ明美さんの存在って大きかったんですね。ああ、そうだな。ああ、ドラムはすぐに工事で決まったんだがな、ギターは最後まで揉めたんだ。もっとマシなやついないのかって。冗談だって。そうだな、今度のバンドコンテストも何恥じない演奏をしないとな。早く練習しようぜ。そうだな、そろそろいい時間だな。今帰りなの？ま、いいわよ。それじゃあ帰るわよ。私の力を示す日が刻一刻と近づいているわね。文化祭のことよ。あのレーザーの力を見せつけてやるわ。楽しみだわ。おお、お前か。なんだ、朝比奈についての苦情なら俺を巻き込まずに直接本人に言ってくれよ。そうか、じゃあ何の相談なんだ。あ、誰の情報だ。お前も物好きだな。まあいいけどな。ちょっと待ってくれ。朝比奈、朝比奈と、あったった、耳かっぽじってよく聞けよ。朝比奈優子、2年 I 組、誕生日は10月17日で天秤座の B 型、電話番号はだな、スリーサイズは上から83、60、86。俺たちと同じでクラブには入ってない、いわゆる帰宅部だな。趣味は遊ぶことと流行を追いかけること、感情をストレートに表すタイプで自己中心的と、まあそんなとこだな。なーに、いいってことよ。女の子の情報なら俺に任せてくれよ。さてと、それじゃあそろそろ切るぞ。それじゃあ頑張れよ。じゃあな。よかった。あ、
になっちゃいましたね。おやすみなさい。はい、ひもです。最近慣れ慣れしいわね。何の用？順調よ。成長促進剤が思った以上に効果的だったわ。あら、ずいぶん無駄な時間を過ごしてしまったわ。じゃあ切るわよ。先輩、しつこいですよ。失礼します。